Carlos.今ある曲は、ファインチューニングから、トイレベルバーでした CDP に入ってるんで気に入ったら買ってください。そういう曲を続けて、ゴールデンウィークっぽい曲を。
つらやるなと思ってたの。フォーの怖い。フォーの怖い。まあ、そんな感じでですね、アルバムが出まして、ね、今日フラグメンツを、これからフラグメンツ4日間一緒に回るんですけども、20日合わせも終わりましてですね、まあまあ、さながら合コンみたいなもんですよね。僕とスポさんは知ってるんですけども、こう他のメンバーは知らないんで、これからこうね、相乗りの、番がね、ラブワゴンが。キモいな。どういうサイクカップルできるか。シルがすごいでしょ。シルがすごい。あ、スポさんの。すごいらしい。すごくない。すごくない。そんな。普通にすごくないとか言われるの。じゃあ、アルバムに入ってっていうことで、ちょこっとやってみます。It's never come again. まあ、最近はそこを気持ちよいと、捉える人が多いと思ってるんですけど、まあ、寂しいものはこう寂しいわけであって、彼女とか好きな人とかいうものは、言うに越したことはないと言うに越したことはないというか、まあ、必
要なものであるというようなことを英語で歌っているんですけど、まあ、そんな感じですね。まあなんかそういう、それ英語で歌ってるんで、なんかこう、伝わりにくい部分があって、最近これはこう日本語に変えようかなという理由は、英語で歌ってます。どうですか？英語喋れない。英語喋れない。そうなんだね。なんかね、最近やっと気づいた。英語喋れないのに英語で歌ってて、っていうので。いや、それは思いますね。ね、はい、すごく思うんですよ。はい。俺らなんてもうマジで何打ち上げでやった。打ち上げで。あ、でもね、せっかくツアーに来たんで、こう、打ち上げで喋るような内容をみんなにと喋りたいなっていうのがあるんですよ。まあ、そんな感じで、すいません、ライブが打ち上げなんで、マジですか、はい、ライブが打ち上げ、ライブが打ち上げなんで、そう、ライブで打ち上がってほしい、ライブで打ち上がってほしい、はい、はい、OK です。じゃあ、しゃべりながら行きたいと思います。Everything we do we'll be right back.
ちなみに今の曲は日本語で歌ってみたんですけども誰のためでもなくマスターそうそうそう空耳アワーみたいな感じで OK です。空耳なのかそれですね、まあこういろいろライブとか行くとですねかっこいい人がいたりするわけでありましてですね、なんかこうこういう人になりたいなとか、ライブを見てると思ったりするんですけども、うん、Yeah.